今日のジョーちゃんで契約の内容がすごい、どんだかすったどんだかすったやれって言って、ジョーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。今日は何、今日はですね、ボールパフォーマンスあるじゃないですか。でんぐり返し。でんぐり返しじゃないよ前中っていうの、そのちゃんと浮いてましたっけ。浮いてる、でんぐり返しじゃない。あれはこれをやろうって決めてたんですか。あれは強制、これね、実は前日に千葉の五井っていうね、五井グランドホテルっていうところに俺たちは前泊してたんだけど、その時に当時2人部屋だった。俺は越後さんっていうね、方と2人部屋になって、たまたまその越後さんが今後ゴールをね決めたらなんかパフォーマンスやんなきゃいけないよなっていう話をされて、俺は全然そういう何にもなかったから、あ、そうですかっつって、英介って中西英介さんがいたんだけど、はい、爆注をしてたわけ、ゴール決めたら。でそれをなんか越後さん思い出したらしくて、あの英介がさ後ろ回ってるからお前前に回れみたいなこと言われてすごいですね。でえっつって、前に回れってどういうことですかって言ったら、お前こうやってパーンとこう前に回ればいいんじゃん、それをやれとかって言われて、俺回ったことないですよみたいな感じで話したけど、いやそれは絶対いいから英介は後ろ、ジョーは前みたいな感じで、それでいいじゃんって言われて、なんか話をまとめられちゃって、はい、次の日出るとも思ってないし、はい、ゴールも、まあ、取れると思ってないから別に、あ、分かりましたみたいな話してたの。その次の日になっていきなり開幕スタメン、でいきなりゴールだよ、そしたら越後さんが試合の時にやれーって言ってその掛け声がやばい、やらなきゃと思ってうわーって走って行って飛ぼうと思うんだけど、やったことないからさ、映像ね、ちょっと見れる人は見てほしいんだけど、ワンテンポ置いてから飛んでるわけよじゃあもう別に前もって準備してたわけじゃないんですか。全く準備してない。あれはマジで焦ったのよ。だってさ、飛んだことないからどうやってやっていいか分かんないじゃん。そうですよね。ターンってこと走ってってピタって止まってから飛んでるから全く助走関係なかったっていうちょっと怖かった。回った瞬間もう何も見えないじゃんどうしようと思ってやったらパッて着地できてたの。でそれがそう代名詞みたいになっちゃったでしょ、本当に怖かったけど、あれを一発目でいきなりパーンとやったからすごい取り上げられたし、あれは本当に越後さんのおかげ。帰って公園の砂場で前中の練習したもん。ちょっとどういう風にしたらいいかなと思って砂場行って、いい大人がバーンっつって飛んでさやっぱお尻からガタンってついたりとかさ、それで仕上げていったんだけど、よく回れたなと思ったね。テンションが上がってたのかもしれないけど、手ついてこうやって回ったりとか体育とかでやるじゃん、ね、測定もそうだし、前中だよ、手つかないんだからさいやだからあれは本当にちょっと衝撃的だったね。俺もびっくりした。でびっくりびっくりびっくりだよね。先発でまず出るとかびっくり、ゴールするっていうのびっくり、でパフォーマンスでびっくりでしょ。俺の中の三大びっくりだね。93年からプロがスタートして、やっぱりプロの人たちってエンターテイナーだから、もちろん真剣勝負でやるよ。その後にお客さんを喜ばしたいとか、やっぱり見てもらいたいっていうのをすごく重んじてたから大事だったんだと思うよ。あれね、やっぱ目立ったからスポンサー契約とかファンからのプレゼントが増えたとか。それは増えたというか、活躍すれば注目されるし、そういうスポンサーもいっぱいつくんだよね。 J リーグの1年目かな、あるところとスパイク契約を結んでて、これは高校の時からの流れだったのね、スパイクをいただいたりとかさ、その流れでプロになって、同じメーカーでやったんだけど、最初は契約料なしね、まあ物品提供で、スパイクももう本当に何足かぐらいかな。1年目ドカーンと活躍しちゃったでしょ、そこの契約してる人たちもびっくりしちゃって、すっごい高級な時計、腕時計とかさ、何百万とかするやつとかいただいたりとかさ、すごいですね。当時その統括をやってた方に、銀座の久兵衛ですよ、一人これはくだらない、好きなだけ食べてってね、言っていただいたりとか、メーカーと契約を結んで、まあ、そこがね、やばかったもん。やばいってどう？もう契約の内容がすごい。もちろん、うん、千万だよ。年間契約でそのスパイクを履きます、それプラスアルファオプションっていうのがあって、 J リーグね、普通の試合に関してはまあその年間契約の中に入ってるお金、プラス日本代表に入ってゴールをしたら1ゴールにつき100万、あとは出場時間っていうのがあって1分につき、これが出た、わかりますかこれって流そうとしてる、1分で1円ですか。何を言ってんですか、 J リーグですよ、1分1万ですよ。1分1万円ですか。1分出場するだけで1万円が入ってくると。90分出たら90万ってことですか。そうですよ、1試合で90万。すごい世界ですね。アディショナルタイムを入れれば93、4、4万ぐらいで、ゴールしたら100万、200万とかいろいろあって、それが入ってきた、すごいでしょ。
やっぱり当時はさ、そんなお金じゃなかったから、だからそんなオプションもつけていただけてね、代表にも選ばれてそうにさせていただいたっていうことで、年間シートっていうのを障害者の方とかそういう方に上シートみたいなのを作って、もうオプションのお金は全部そっちについ込んだ。そうなんですね。そこで見てもらえるようにしてね、招待して。だからあの当時はやっぱり本当バブルだったし、スポンサーもすごかった。スポンサー他にもいろいろあったんですか？まあ、CM とかさ、どんどん入ってくるようになるし、でも面白かったのがね、ジェフ時代ね、全中じゃないこともしなきゃいけないなとかね、いろんなことを考えてて、はい、で中西英介さんと打ち合わせして、はい、当時さ、なんかみんながつながってムカデみたいな、こう足を持ってやったりとかさ、はい、まあ、ゆりかごとかさ、はい、こう子供が生まれた人がいたらとかさ、はい、でもそんなんじゃ面白くねえよなって話をしてて、たまたまテレビを見てたら、小池屋さんって言ってね、はい、スナック、ドンタコスっていうのがあって、その CM が当時ね、メキシカンっぽい感じのパッとかぶった人が、ドンタコスったらドンタコスみたいな、こんなんやってたわけよ、はいはい、これ面白いじゃんって話になって、それで英介と練習して2人で、そしたら小池屋さんの方が見ていって、はい、ジェフの事務所に段ボール箱超たくさんドンタコスが入ったのを送られてきてね、すごいですね。いや見てくれてたんだみたいな、すごい俺たちも嬉しくて、はい、味しめちゃって、はい、じゃあ今度違うやつやってみようみたいな狙いに行っちゃったわけよ、はいはい、そうしたら一切来ない。カズさんもカズダンスみたいなのやりませんでした？一回やったよ。それやりましたよね。だから開幕戦から4試合目かな、はい、ベルマーレ平塚ってやった時に、はい、俺ね、その時2ゴールしちゃったの。雨降っててさ、はい、ゴールキーパーさ、あの小島さんがさ、やたらさ、俺がドリブルこう突破してったの、はい、超早いタイミングで出てくるわけよ、前、はい、ボーンってかわして、はい、それで無人のゴールにボーンって決めたわけよ。ルーキーだし、はい、バーッと前に出たらビビって簡単に止められるだと思ってきたんだって。それで全中したの、あ1点目ね、はい、そしたらその日2点取っちゃったの、はい、時間も経ってた時で、でもう疲れたから全中もういいなと思って、どうしようどうしようと思ってて、それで思いついたのがカズダンス、はい、あ、もうカズダンスやっちゃおうみたいな感じで、それがニュースとか流れて、はい、後日あのカズさんから連絡が来て、おしおし、あのカズダンスはちげえ、全然ダメだって言って、すっごい怒られちゃって、すいませんとかって、キレが違うとか、あの回し方じゃねえとかって言って、すごい注文があって、もうそれから一切やらないようにしてます。だけどやっぱり回るのは大変。もし着地こうブギってやっちゃったりしたらって。雨降った日は怖いの、はい。サッカー専用コートだと芝生が全部張ってあるんだけど、はい、そうじゃない陸上トラックのところがあると、ボーンってやって着地したら滑っちゃってガーンってお尻からついたり。あるよ。それで監督がもう危ないからやめろみたいなことを言われたこともあって、うん、左膝が悪かったっていうのはあれをやったから悪いんじゃないかって言われてたから全く関係ないんだけど、でもそういう説まで出るぐらいちょっとやっぱり危険じゃないかって言われて、プロはね、なんか見せるところも必要じゃないですか、ね、俺たちはカメラの位置まで確認したからね、ゴールして、あそこのカメラ来るなと思ってそっちに向かってってなんかやるって、ね、たまに間違えんだけどね、こうやってでやろうとしたけど違う向こうだと思ってもうしょうがないからみたいな、そういうの使われないじゃん。だからウォーミングアップする前にこうグラウンドに出てきて芝生のチェックしたと同時にカメラチェックするからね、競技場とか、まあ、いろんなのも配置が違うから、そういうところもやっぱりこう楽しんでもらいたいし、あの前中に関しては急遽先輩に言われて、うん、そうだけどやっぱりそれが本当に代名詞になったんでね、ありがたかったです本当ね。まあということでじゃあパフォーマンスね、はい、まあ、こんな形でやりました。まあこれからの現役選手もね、いろんなことで多分やってくれると思うんでね、はい、そういうのもこうね見ながら楽しんでいただきたいと思いますね。はい、ということでじゃあまた次回お会いしましょう、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。